夫、ちょっとマフィティフもうボールの中入れたら多分しんどいって。まだそんな廊下元気やわ。あ、元気、あ、いいんや、死なへんねや、よかった。じゃあもう安心して手叩けるね。よかったね。あ、あ、待って、ちょっと待って、しんどそうやん。アルくん、いける？ほんまにいける？何が？え、お母さんじゃない？メタモンってこと？え、これストーリー大丈夫かな？終われへんよな、まだ。まあ、うわ、なんか変なのおるんやけど。前は、どこやった？ここらへんやろ。あ、ちょっと待って、一回お母さんのところ行ってみていい？ちょっと私もお母さんに会ってきまーす。ただいま、お母さん、聞いて。あ、今日も無茶あり言うてるわ、これ。お母さん聞いてや、老犬がさ、なんかスパイス食うたら元気になってさ、私絶対あれ死ぬと思っててんやんか。でもなんか元気にな、歩いてて最後にやって笑って、ほらもうあいつずっと生き続けるってことでいい？不老不死ってことでいい？なあ、スパイス食べただけでそんな死にかけの犬が生き返るとかありえるなあ、お母さん。信じられへんねんけど、楽しんでるよ。お野菜は食べてると思うよ、多分。そんなに？あ、おかん、ありがとう。何のレシピやろう。お野菜サンド、肉入れて、ベーコン挟んでいい？これに、これだけ、これだけらしいわ。あ、お前さ、聞いてる話、あんなさ、え、だってさ、目見えへんやろ、で声出えへん、足も動けへん、そんな犬がさ、スパイス食うただけでさ元気なる？な、無理やん、普通って思う。大人やからかな、これ思う。やっぱ汚れてるんかな。これをやる子供たちはマフィティフが元気になるって信じて突き進むんかな。私絶対死ぬやろって思いながらずっとやってたんやけどこれ死んだらあれか、なんていうストーリー作るんやってなるか。そうか、いやでも犬でさ、なあ、目開けへん、もう声も出されへん、足も動けへんってな、もうなあ、あと1週間とかやんな。だろ？なあ、お前もいつか欲張りすになってな、あんなことになるんやろなって思ったら、なんか大事にせなあかんよな。でもあんなスパイスで元気になってもったら世界のバランス崩れると思わん？思わん？だって老人ばっかりがさ、ずーっと生きてさ死なへんねんで、食料減ると思わん？そやろ？思うやろ？増えるだけじゃあかんと思うよ、私、世界って。わかる？わかるな、お前もそうやろ。お前だってよく食うんやろ。お前みたいな、いっぱい増えてもうたらさ、大変なことになると思わん？え、ほんまに死なへんのかな？これ進めてあいつ死ぬとか言わへんよな。そんなことないよな。永遠に疑うんやけど、どう思う、お前。ほんまに死なへんのかな？大丈夫なんかな？なんか、純粋に手放しで喜ばれへん自分が一番ちょっと憎らしいまであるんやけど、ほんまにね、なんか助かってよかったなっていう嬉しい気持ちと、いや、そんなバカなことあるっていう、現実主義な気持ちがこう、自分の中でバトルしてて、すっげえ複雑な気持ちになった、あのムービーで。まあでも、きっと、ハッピーエンドのまま終わるんやろな。な、お前もそう思うよな。あかんな、こんな気持ちじゃな。こんな文句言ってたらあかんな。行ってくるわ、ちょっと小さじの灯台。な。行ってきて、真相を確かめよ。死ぬか死なへんか、あの犬が。な。多分死なないんでしょうね。え、でもさ、どう思うよ、だって。だってあんな草食うたぐらいで治るっつって思うんやけど、お前はどう思うんよ。こいつら、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 おらぁあいで、え、判定あるんや、知らんかった、普通に飾りや思って、ごめん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 、レベル2殺したあかん、こんなもん、かわいそすぎるやろちょっと待って、ちょっと待って、ごめんってごめんってごめんって。戦えるんや、あいつら、知らんかったわ。え、ここどこや、裏庭がや。あー、びっくりしたレベル2ひねり潰すところやった。いやー、めちゃめちゃ懐かしいな、この道。もう1ヶ月ぐらい前になるんかなと思った。ここでももう1、2時間うろうろしたな、私ここだけで。これどうしたらいいん？あ、来たわ。もう中入ってん？入っとるん？開いてるん？後で来る？あ、来た？来た来た来た。一着でーす。すいません。マイハニーが足早いんでね。
ああ、そうなんや。思い出の場所ではあるんやないっちゅう。お前、家はどこなん？あ、ちゃうわ、寮か。寮生活しよんか。なんか、あれじゃ持ってきてほしいもんとかあるんじゃ？知らんけどよ。鍵一応捨ててなかったんやな。偉いな、お前な。忙しいやろな、そりゃ。今、大穴におんねてっけ。そらそうやわな、かもてもらわれへんし、遊んでもらわれへんしな。でも金はあるから、きっとお月の人とか雇ってたんやろね。でしょうね、そう思ってましたよ。いや、そこ絶対鍵じゃないと思うんやけど。窓やったで、お前。お前入れへんの？あ、はい。そんな怒らんでもよくない？拳握りしめてブルブルブルってするほどでもないと思うんやけど。結構ちゃんとしたムービーなんですけれども。わ、すごいズボンの布感すごいな、これ。何の研究やねん、あれ。わぁ、寒そう。この家。何や、あれ。うっ、着いた。お、ついたついた。わ、すごいいいな。いっぱいモニターある。私もあんなんがいい。あ、目痛い。やめて。綺麗。本当に綺麗。いくつこの人。魔性すぎ？ちょっと。こんな大きさの息子おんのに。あんな綺麗なことある肌。何頼みって。でっかー！羨ましい！このモニター。すごいな、それどうやって行ったんやろ。私も行きたいな。いつか行けるんかな。来てって言う？特殊なポケモン。あ、自分のことを名前で呼んじゃうタイプ？何最後の手伝いって。黒幕この人とか言わん。大体なんかポケモンって黒幕おったりするやん。いやな、私この人のこと好きやのに綺麗やから。カギスカーレットブックってペッパーが持ってるやつじゃないんそれ。赤いの。違う？それやろ。うん。なんか大穴のこと書いてたやろ。君って結構やっぱ他人行儀な感じすんな。すごがいい。八重葉かわ。どうやって？行っていいん勝手に。宝物のような経験ってやばいポケモンいっぱいおるって聞いたんですけれど、そんなとこ行っていいんですか？私が苦しめられたゾウもいるって聞いたんですけれども。電脳システムって何？また難しい言葉出てきた。話聞いて、ペッパー。私、わからへんから、頭弱いから。難しいこと言われたら。頼りになりそうな仲間。仲間になりそうなんてもう、誰や、ネモちゃんとトドロキぐらいしか私には思い浮かばんな。あ、でもネモちゃん強いからな、拳で勝てるからあいつ多分。ゾウとかも拳パーン一発よ。そのためのグローブやからあの女。じゃあ結局やっぱりジムも全部やって、スターダストも終わらせへんと、行かれへんのじゃない？スターダスト終わったら多分トドロキ仲間になると思うよな。絶対マジボストドロキやもん。思うやろ、お前もそう。違う、私の推理間違ってる。あそこやばい。行ってみた。やばいって言われたら逆に行ってみた。じゃあお前のせいやん。ほなら、なんで行ったん？そんなやばいん？行ってみたいけど、まだちょっと早いやろな、レベル的にほな。いや、行くよ。行く行く。気になるもん、だって。やばい場所とか、ウキウキするやん。なんやろ、マグマ地帯とかある？ない？ね、すっごい顔で睨めん、私のこと。まあ、お母さんの頼みやから聞いときな。なあ。なんか、大人になってわかることもあると思うよ、きっと。ありがとう。めっちゃ私重いやん、お前。いつの間に友達になったんか知らんねんけど、私的に。ありがとう。どうした？歯剥き出してな。そう、言いたいこと言っと、言えな。一回言った方がいいで、俺のことほったらかしやがって。でも何歳まで遊んでほしいんやろ、お母さんに。どうなん？
構2、3年ぐらいまでは遊んでほしいもんなんかな、子供って。うちも結構放任主義やったからあんま分からへんのよな、何歳ぐらいまで一緒に遊ぶとか、うん、言うて、だって学校行ったら友達と遊んだりするから、親ってあんまり関わったらあかんと思うんやけどな、阻害してしまうやん。何勝負なんで、え、どういう話聞いてなかったんやけど、すごい、これこれですよね。はい、すいません。これ何、モンスターボール分解してる、プレミアボール分解してません、これ転売ちゃいます、すごい。なんか冷たい家やな、この家。誰の写真、これ写真見た、特に何もないんかな、一応冷蔵庫とかあるんやな。A ボタン押したら一応見れるんや。あ、賞味期限が消えてると。本当に使われてないということがわかる。カルチャー。いや、読める読める、読む読む読む。好き好き。翼竜のゴースト。羽ばたく神。何？その名はスカーレットブックと呼ばれる記書の中に登場する謎の生物から名付けられた。長い体毛をくねらせ夜空をゆらゆらと飛び回ると言われる。え、これ絶対大穴におるやつやん。目撃者からの証言によると、一見巨大なムーマのようだが気性がとても荒く好戦的とのこと。古代に生息した翼竜の魂から生まれたゴーストという説もある。これあれやん、大穴におるポケモンのネタバレやろ絶対。偉大な牙もさ、あれ何やったっけ、もう名前忘れてもだ、ゴマゾウの進化系、ドンファン、ドンファン。ドンファンの、ヘンテコバージョンやろ？ほら、ムーマになんか毛いっぱい入ってるんじゃない？あんま見やんとこ。ネタバレしてくる。こんなところで。なんかいっぱい見れるのおもろいな。このモニターパチりたいな。欲しいな、こんないっぱい。いっぱいこれ。でもこんなモニターあっても多分私見られへんな。FPS とかする人やったら、いっぱいあったら嬉しいんかな。どうなんやろ。いっぱい貼ってる人おるよね。モニター5枚ぐらいババババンって。ねえ、大雨なんやけど、おかしくない。待って、ペパーと勝負するっつってたな。一回セーブかましといて。ちょっと待って、あいつマッフィティフ使うつもりちゃうやろな。直したったのに。見てまうでわし、いいんか、元気なんかな、ちょ写真撮っとこうか。回帰祝い、大雨。ちょっとマフィティフの顔撮りたいから、あんま近づいたらあれかな。これほら、もう元気になってるな、完全に。え、廊下じゃなかった、お前。ほんまに怪我やったん。怪我で、目赤へん、泣かれへんってある？泣けるやろ、怪我しても。紛らわしいな、どう見ても老犬やのに。ペッパーどんな顔してるの、お前。これ、優しい顔してる？怒った顔してる？どっち？待って、ネクタイ魚肉ソーセージタイムちゃう？これ、あ、ほら、魚肉ソーセージタイムや。どこ見とんねん、お前。まっすぐ海見よるわ、これ。ほら。うっさい天気あれなんて。前は戦うんか？こいつ出したらあかんで、直しや、ないないしや、あかんで、こんなもん出したら。こっち見てくれたわ。大雨なんですけれども、はい、誰出します、一番最初に。今まで使ったやつ出してくんのかな。まあ、いっか、ミニラで、ミニラでいきまーす、お願いしまーす。いやいや、あかんってあかんって、さっき感知したばっかりやろお前。いや、顔が悪いこの犬。さっきまでめちゃめちゃ心配してたけど、あんな顔されたらなんか腹立ってきたんやけど。大丈夫じゃないよ、もう直したって危ないって、不安でしかないよ。どうすんの、私がボコボコにやってしもって足折れてもうたらよ。いやいや、どうすんのそれ、一時の最後の力ってやつやったらどうするんですか。うちの犬とかも死ぬ前に元気になりましたよ。3日間ぐらい急に元気になって飯バクバク食うた後に死にましたよ。あるんですよそういうの。ほんまにいいの。顎長すぎんか、この犬。メモちゃん、裏で悪口言われてるけど大丈夫？言うからな、メモちゃんに、お前さっきの悪口。ほんまにいいの。ああ、そっか、スパイス食ってるから、あの犬めっちゃ強いんじゃん。
だってうちのハニーと同じだけスパイス食うてんのやろ。私も食べてるけどさ。え、私も食べてるんやったら私も強いんじゃない？ A と B で殴って蹴らせろ、お前のこと。 お勝負しようぜ、二人ともスパイス食うてんやからや。拳でやり合おうや、お前と私。出たそうやろなと思ったんやけどな。ほら、聞かへんやん。いや、やっぱそうやろな。うわ、音楽ごっついいやん、お前。で、強いよ。変えます、一回。ちょっと変える、変えるわ。多分あんま聞かへんと思う。もう素直に変えるわ。はとこ行こか。ごめんな。多分欲張りすから来るやろなと思ったんよ。出会った時が欲しがりすやったから。え、これどういう順番で出してくるんやろ。ちゃんと言ってくれるんかな。んで、お前さ、さっきさ、尻尾振るしかしてなかったくせに急にのしかかりするんや。そういうとこな、私がお前を好きになれへんところ。はい、ちょっと、えらいね、得意ねえね、得意ねえね。これでか、どんだけ褒めてほしいんや、お前私に。これコジオやな。コジオはこれかな。でもなんかあいつ塩漬けにする技とか持ってるから、それされたらちょっと痛いな。私も巨人王までやったから知っとるんですよ、技持ってるの。本当にあれやね、そこら辺で捕まえたやつって言ってるやつ頑張って。うわ、60人やるんだが。あ、待って、これ使える、使おう。いける？え、集中力を高めている。うわー、先出された、あかん。痛いやつやん。あ、いったわ。キャパーチで、形変われへんねんけど、これどうやったら形変わるんですか、うちの名残行きは。え、なんかマッチョにならんの。どっかの街でなんかマッチョの顔出し看板あったやん。あのフォルムになるんじゃないん、戦ってたら。違うん。リッククラゲは草やと思わしてエスパーやった気がするなぁ。覚えてないなぁ。エスパーって何聞くんかなぁ。シャドボ出しとこ。いや、リッククラゲなんやったっけ、わかんねん。足生えてるクラゲやろ、陸の。そのままなんやけど言うてることがそのままなんですけれども、なあ、知っとんねんけど。あ、痛い痛い痛い、足の裏刺さった、ごめんだけし。あ、あれ、草やん。エスパーちゃうやん、草やん、そのままやん、キクラゲやん。え、全然効かないんですけれども。ダメじゃん、熱いな、ごめん、燃えてもうた。うわ、ちょっと待って、強い。あー、居残ろう、惜しい。ね、ちゃんとたけし起きて、たけし起きてよ、たけし。多分一回で起きひんと思うから、眠気覚まし、そっか、ひろた眠気覚まし使います。賞味期限多分切れてないと思います、知らないんですけれども。マジでそこら辺でアイテム拾えんの便利なんやな。あいちー、これやばいぞ。ちょっとなんか他に聞くやついません。え、ちょっと待って、フォルム変わってるんやけど。え、どういうこと。あ、書いてる、特性、手持ちに引っ込むとマイティフォルムに変化するやって。出したいけど、ちょっと待って。あ、あ、あ、ミニラ、お前、ミニラ、お前、お前、ミニラ。やっぱミニラしか勝たんな。ミニラ大好きなんやけど、なんか大きなってさ、ごつなったんやけどさ。うわ、ほら、賢いね、ミニラはね。賢いよ。なんかあんま覚えてない。技受けてると、こっちにしとこうか。お願い、よし。あー、よかった。ちょっと待って、お前なんか火のポケモンとか持ってない？めっちゃあれ使いたいんやけど。スコ
ビランは草やな。え、草やったっけ。このままでいいや。草と火じゃなかったっけこいつ。なんかやっこかったんよな。ドラゴンクロー逆に。いやー、めっちゃ効くやんけ、ドラゴンクロー。痛い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 。だからの雪なだれで、どうや。あー大文字で熱いよやめてお、そんなんありましたん、お前。よし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 、次なに。パールシェンはこれやな。ちょっと待って、一回も出してない勝美さん。これも出したいんやけど、ちょっとごめん。だいぶ多分効果抜群出しとかんとしんどいと思うよな。ステルスロックもされてるしさ。痛いわ、あのステルスロックで、あとこの柔らかボディにステルスロックが突き刺さる。あれ突き刺さらへん、どっか行った石。ああですよね、ごめんなさいね、ごめんね。あの子痛いなー。10万ボルトしよっか。痛い。え、めっちゃ可愛かった今。電気出すとき掘ってスリスリしてたな。可愛い、可愛さナンバーワンやな、やっぱうちのお前。まあ、何やったっけ、結構序盤の方で捕まえたからマジで覚えてない。でも使いたいんやけど、一回出して、一回ちょっと見たい。どんな見た目しよんの。あそこで見るちっちゃいやつじゃ分かりづらいんよな。うわ、立った。いや、踏んだ。立つから、お前。ちょっと顔変身して帰ってきたって、めっちゃかっこいいやん。ヒーローってこと？ちょ、見たいんやけど。あーかん、動かせられへんわ。勝手に動くわ。うわ、しかも効く気合パンチが。うわ、テラストルやーやられた。お前もテラストルできる？聞いてないんやけど。え、お前できひんって思ってた。優秀じゃないって思ってたんやけど、勝手に。悪い顔しおるぜこの犬。元気なんか死にかけやったんちゃうんかって。お前おいで、許されへんな。騙されてたわ、なんかずっと。めっちゃおいやと思ってたのに、おいじゃなかったんや。いいじゃん、もうやめてよ。もうそういうことすんの本当に腹立つわ。ですよね。あれしか聞けへんもんな。いやでもちょっと戦い方見たいんよな。ハイドロポンプ出してみる？ちょっと撃ってみて、ハイドロポンプ。あ、そっからなんや。口からじゃないんや。やばい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 。死んでも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 。ゴーグルかなんかつけよんか。あ、謎めいた存在にしたいからってことかな。波乗ろう。うん。うわ、かっこいいな。かっこいいんやけど、なんか。でも、水技なんやな、基本的に。水と格闘の合いの子とかじゃないんや。すごい喜んでる。危なかった、死ぬか思った。いや、こっちこそありがとう。ギリギリやった。うわ、ものすごい金持ちの子。やっぱ、お前は金持ちの息子や。ありがとう。あ、溶けちゃった。マイティフォルム。マイティって聞くと、オールマイト思い出すわ。いや、でも、あの、ゾウ覚えてる？お前がおったから勝てたんやで、あのゾウ。いや、そう、まあ、うん、はい。ネモちゃんがいてほしい。私の隣には、やっぱり。わけわからん装置じゃ、何？どういう危ないとこなん？え、お母さん、それ止められへんの？危ない装置。でーた。チャンピオンランクの強いやつはもうネモや。それは。あ、ほら、機械に強いやから、絶対トドロキや。あいつ、ハッキング得意やから、機械強いやろ。あ、とりあえずネモっていうな。ネモちゃん、私の彼女やから。うん、え？確かに。それはそう。
毛玉がジム終わるまで行かないって言いそうよな、あの可愛い顔で。わかった。いや、あの二人しかおらんと思うよ。私、あの二人しかもう知ってる人おらんし、学校で。元気やな。終わったー、クリアー、おめでとう。なんかどっと疲れたな。はい、というわけでね、レジェンドルート無事に終わりましたね。まさかの犬が置いていないという結果になりましてですね。あれ、見た目詐欺じゃない。だってもう老犬やん、どう見ても。あのヒゲの具合とかさ、垂れた顎の具合とか、そうじゃないんやって。あれ、騙されたわ、ほんまに。マジで本当に怪我してただけなんやな。いや、もう散々うちの星ガリスにも愚痴ったんやけど、あの、なあ、あの見た目でだって目見えへんとか、吠えられへんとか言われたら、もう死ぬ一歩手前やんって思うやん。思ったもん、だって。思ったもん、もう手遅れやって思ったもん。本当に騙された。でもよかったな、元気になって。めっちゃ強かったし、悪い顔して笑うようになったし。よかった。死なへんねんな、ほんまに。エリアゼロ行ってもあいつ死ねへんよな、信じてるで。これからちょっとスターダストも進めていって、あ、でもジムも行かなあかんな。次も行くの、どうしよう、お姉さん聞いてめっちゃしんどかったんやけどな。ジム行くかスターダスト行くか、悩みどころではあるんやけどな。まあでもまた占ってもらおっか。な、そうしよっか。ポケセン姉さんに占ってもらおう。というわけでね、今日はもう散々ね、ヘイらっしゃった。もうあいつから始まり、もうものすごい叫んで泣いて疲れたんで、今日はここら辺で終わりたいと思います。ギリギリペパーに勝ててよかったなって思うわ。本当に危なかった。ここまで見ていただきありがとうございました。まだまだね、ジムも続くし、スターダストも続くんで、引き続き見ていただけたら幸いでございます。じゃあ、終わりたいと思います。お疲れ様でした。